ココ君、今日病院から帰ってきましたね。楽しかったけど疲れたね。まあ掃除してもらって、先週が一番ひどかったのかな。なんか耳にカビが生えちゃって、カビが生えたって、ワシャワシャっとカビが生えたんじゃなくって、耳垢が黒くなってカビ菌がねいたんだよね。で、掃除したり薬入れたり繁殖を防ぐように、これね、今ちょっとポショポショって伸びてますけど、抜かれたんだよね、ここね。尋常じゃないぐらいの声出すんですよ。で、今日はだいぶ良くなったんだけど、やっぱりね、まだちょっと黒いので、今日は耳掃除をして、また1週間分のお薬もらってきました。今日は6000円ぐらいかかりましたね。ペット保険入ってるので、1日6000円までは出るので、まあちょんちょんぐらいですね。こうやって一回ね、こう触ったら手を洗って他のワンコにうつんないようにしたり、黒いのがたまにこう出てくるんで、それを拭いてます。それじゃないと足でね、耳とかかいて、そのカビがね、足についたやつで歩いちゃうと他の子にうつっちゃうので、その前になるべくここ耳のね、見えてるところを常にチェックして、黒いのが出てないか見てます。念のためこっちにもお薬入れるんだけど、こっちには映ってなかったです。どこでね、カビになったのか、まあ、原因とかはやっぱ分かんないですけどね。お外には菌がいっぱいあるし、もちろん家の中にも菌がいっぱいあるんだろうけど、いつも耳で病院行くんだけど、初めてカビって言われました。で、ちょっと完治するまでは毎週病院通います。今日が2回目でした。はい、ということで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。